皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は歯の矯正についてお話ししていこうと思います。私はですね、この歯矯正はしてなくて、地歯生まれたままの歯です。で、上の親知らずはもともとなくて、下の親知らずは20歳くらいの時ですね、ちゃんとこう生えてきてたんですが、どうしてもこう前がこう詰まった感じが苦しくて抜きました。今回何のお話をするかというと、やっぱこの下の歯がですね、鼻かじでパッと見は歯並び綺麗そうだなって、まあ綺麗ですねって言われるんですけど、実際こう見ると下の歯がかかか下がってたり、このあやがどん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 こうずれてきてるんですよね、かかが。それがすごい気になって、5、6年前の時に気になって一回地元山形の歯医者さん矯正のところに行ったんです。で、かかからかかがっていうのは6本をワイヤーでやるとしたら大体10万円くらいですって言われたんですよ。その方が言うにはですけど、女の人って顎が弱くてすぐ歯並びって戻ってしまうんですよね、みたいなことを言われたので、まあ、当時戻るのに10万円って思ったし、ワイヤーが見えるのがどうしても抵抗があって踏み切れずやめました。ただどうしてもこのズレが気になってきて、今回今福岡にいるんですけど、福岡の私が行ける範囲内での矯正の歯医者さんを探して行ってきました。で、撮ってもらった写真がこちらです。ちょっと歯なのでね、見たくない方はこの先は見ないでいただきたいんですけど、なんと私歯、上の歯が1本もともとないんですって。まあ、番号で言うと6番なんですけど、6番の歯がなくて、で親知らずもないので、まあ、足りないってわけじゃないんですけど、舌との噛み合わせが要は本数が違うのでちょっとずれてるっていう風になったんです。で、じゃあいざ私が抱えてるこの舌のずれとこの内側に入ってるやつを直そうと思ったら、まずかかは全部こう舌の歯をね、綺麗に歯並び整えたと知ってしまうと、結局上の歯より下の歯の本数が多いから受け口になってしまう。今はこういう風になってるけど受け口になってしまうから、これを引っ込めないといけないっていう風になったんです。私矯正するとしたらインビザラインっていうそのマウスピースでやろうかなと考えていて、それができる矯正の歯科のところに行ったんですが、まあ、その作業をするってなると約3ミリくらい、歯を動かさなきゃいけないから、マウスピースではできませんって、ほぼ難しいでしょうと言われました。じゃあその下の歯をじゃあどういう風に戻すか、ワイヤーでどういう風に戻すかってなったら、まずは歯を抜かなかった場合、ここの歯とか抜かなかった場合は結構もしかしたら奥の方にボルトを入れて本当にグッて引っ張らないとこの歯がグッて戻らない可能性がありますと。で、もし抜いた場合、かかがね、抜くとしたら口だけ抜くかなっていう話だったんですけど、口だけ抜いて並ばせて、でも結局上の歯1本少ないので、ここの上の歯との噛み合わせをうまく調整しないといけないって言われて、結構なかなか難しい矯正になるよと言われました。表のワイヤーまたは裏ワイヤーでするしかないよっていう話だったんですね。上の歯6本6番がなくて少ないけど、それに対応するようにうまくなんかこう上の歯がこう前に出てきてくれて、上の歯1本ないと大体の人が受け口になっちゃうんですって。でも私の場合は綺麗に今が噛み合わせできてるから、まあそこまでリスクというかね、そういう作業をしてまで今のこの歯並びを変える必要性があるのかなっていう話になったんです。じゃあ実際金額ですね、こんな感じでね、いただいてきたんですけど、まあ、今回初心相談
めちゃくちゃ話しました。もうすっごい親身になってくれるいい先生で、もうめちゃくちゃ相談したんですけど、今回初診相談この歯医者さんは無料でした。実際そこからじゃあやりますよってなったら精密検査っていうことで、レントゲンを取らなきゃいけないってなった場合、まあここの歯医者さんの金額だと4万円プラス税なので今だったら4万4千円で、まあ、治療ですね。下の歯だけをするんじゃなくて上の歯と調整をしなきゃいけないので、上も全部ワイヤーしなきゃいけないよということで、まあ、値段ですね。なかなかあの他いろんな YouTube で矯正の話してる方でこんなにリアルな値段を言う方がいるかどうかわからないんですが、もし、歯を抜かなかった場合、抜かなくて奥とかに仮にボルトを入れてしまうよっていう場合は、まあ、約70から75万で、まあ、約2年くらいの矯正、まあ、ただレントゲンを撮ってるわけじゃないので写真だけの値段になるので、もしかしたらもう少し高くなる可能性もある。次に歯を抜いた場合っていうのは75から80で、期間は2年から約3年かかるっていうふうに言われました。でまたもしそれを矯正した場合ですね、1ヶ月に1回は絶対ワイヤー矯正の場合は通院しなきゃいけないし、長くて3年の間にお医者さんを変える、もしお医者さん変えたいですってなった場合は変えれないこともないらしいんですけど、その費用として30万くらいかかるんですって。だからそういうのを考えた上で、その3年間今の病院にしっかり通うことができることっていう風なお話でした。まあなので結果ね、ちょっと私は矯正することを今は諦めました。さすがにそんなに大掛かりになるとは思ってなかったので、マウスピースでね、済むかなって思ってたので矯正諦めたんですけど、じゃあ先生とお話しした中でこのね、下が下が垂れてるのとかかがずれっていうのはどうしても年齢をね重ねるごとに、私の歯茎健康だとは言われたんですが、それでもやっぱり若い頃に比べたらだんだん衰えてきてしまってるので、どうしてもそういう風に倒れてしまうし、私噛み締めがすごいんですよ。食い縛りが歯ぎしりとかはあんまりしないんですけど、こう無意識に歯をぐっと食いしばってたりするし、それこそ今リハビリしてる時に力を入れる時に食いしばったり、あと寝てる時にも食いしばりっていうのはすごくやってるなって自分でも思ってます。だからそういうのを改善していく、口の中の健康を自分で作っていく、唇の筋肉を鍛えることで、歯茎のね健康力強さっていうのがしっかり保てるそうなので、そういうのをやっていった方がまずいいんじゃないですかって言われました。最近マスクとか多いと半開きになることがこう多いらしいんですけど、その半開きになるとより口の中っていうのがだらしなくなって歯に対して良くないっていうことであったので、しっかり口を閉じる、でベロは上顎につける、これが上顎か、これが上顎だったとしたらベロがしっかりこう上顎のこのねついている状態、口を閉じた時についている状態っていうのがベストな口の環境になります。で寝てる時どうしても口が開いてしまうよっていう方はサージカルテープとかのテープを1本ここにピッて貼るだけで全然違うそうなので、ちょっと私それをやっていってここのね歯がよりこれからあんまりずれないようにしていこうというふうに決めました。はい、ということで今回は歯並びについて、矯正についてお話ししていきました。歯、皆さん大切にしてくださいということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。